あらみさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、LINEPay vs Suica タイプの違う決済方法を徹底比較、便利がいいのは還元率はということで、今回はお題の通り、キャッシュレスな生活をする上でよく利用される Suica、そして QR コード決済では特に深い理由はないんですけども、緑つながりということで今回は LINEPay を選ばさせていただきました。まあ、たまにですね、ネット上で結構 Suica などの IC カード派、もしくは LINEPay などのスマホ決済派で結構分かれたりするので、今回は僕なりに比較してまとめてみました。それではまず主な特徴からお伝えしていこうと思うんですけども、まずは LINEPay なんですが、まず LINEPay は LINE が提供する QR コード決済、そして飲食店やコンビニなどで決済可能、あとは割り勘機能、送金、メッセージ、家計簿アプリと連動、あとは前からによってポイント還元が変化したりとか、 LINEPay カード、 JCB のプリペイドカードもあるということですね。次に Suica なんですけども、 Suica は JR 東日本が提供する交通系の IC カードですね。で、公共の交通機関で利用は可能ですし、IC カードが対応していれば飲食店やコンビニなどで決済は可能、そしてスマホにモバイルSuicaとして利用も可能となってます。ここからは小分けにしてお伝えしていこうと思うんですけども、まずチャージ方法なんですけども、まず LINEPay の場合は銀行口座、セブン銀行 ATM、LINEPay カード、あとオートチャージなどということと、 Suica の場合は券売機、モバイルSuicaオートチャージ、コンビニ ATM などということで、まあどちらともチャージ方法に関してはかなり豊富なのではないのかなと思います。次にチャージ限度額なんですけども、LINEPay の場合はマックスは上限100万円まで、そして Suica の場合は上限2万円までとなってます。やっぱりこれに関しては LINEPay の方が圧倒的ですね。で、使える場所なんですけども、これに関してはどちらともめちゃくちゃ多いので、ざっと LINEPay はコンビニ飲食店、あとは Suica は、まあ、鉄道以外にも幅広く、まあ、もちろんコンビニ飲食店でも使えるというようになってます。どちらとも本当にありますね、数が。次にポイントや還元率ということなんですけども、 LINEPay の場合は通常時はコード決済では 3% もらえて、前からによって 0.5% から 2% が加算されるので、まあ、1人当たり 3.5% から 5% の還元があるということで、まあ、これは2019年の7月31日までとなっています。 Suica に関しては JRE ポイントウェブサイトに登録すれば JRE ポイントというものを貯めることができます。まあ、200円で1ポイント貯まったり、100円で1ポイント貯まったりします。まあ、これはお店によってバラバラですね。で、次、キャンペーンなんですけども、LINEPay だと、今だとまあ、三平祭りや定期的に開催されているペイ特祭ですね。あとは、Suicaの場合は、Suicaあまりキャンペーンがあるイメージなかったんですけども、現在だと、抽選で当たるキャンペーンなどが結構あったりしますね。次、決済までの手間ということなんですけども、結構これを気にされている方が多いのではないのかなと思うんですけども、LINEPay の場合は、LINEPay の、まずスマートフォンからアプリを立ち上げて QR コードを提示すると。そして、LINEPay カードの場合はカードを提示して終わりと。そして、Suicaの場合は、もうカードをかざして終わったりとか、モバイルSuicaももうスマホでもすぐに立ち上げることもできるので、まあ、かなり、これは圧倒的にSuicaの方がめちゃめちゃ早いですね。IC カードの強みっていうのは、やはりこの決済までのスピードがもう早いっていうのがすごい魅力的ですね。まあ、ざっとまとめると、まあ、還元やキャンペーンで利用するなら LINEPay、 還元など気にせず早く決済を済ませたいならもう Suica ということですね。まあ、ぶっちゃけ今回は QR コード決済と交通系電子マネーというどちらもタイプが違うもので比較したので、まあ、かなり賛否両論はあるかと思います。まあ、Suica 自体、僕自身は利用頻度はそんなに多くないんですけども、住んでる地域自体は様々な交通機関があるので、やっぱり Suica は Suica ですごく便利がいいです。で、 LINEPay に関してはぶっちゃけまあ本当還元狙いっていうのがあるので、まあ、それで使ってるっていうのがやっぱり大きいのかなと思います。ということで今回は LINEPay vs Suicaという動画でした。まあ、今回はざっとしかまとめてないので、もし補足情報などがあればぜひ下のコメント欄に書き込んでいってください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。